薩摩号薩摩号薩摩号は、かつて、大阪府大阪市と鹿児島県鹿児島市を結んでいた、夜行高速バスである。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要であった。航空路線やツアーバスとの競合に加え、山陽新幹線、九州新幹線で新大阪鹿児島中央間、直通運転開始によって利用者が減少したことから、 2012年9月30日をもって運行休止となり、2013年5月末日をもって廃止された。太地は停車停留所。西の宮北インター伊藤のみ、鹿児島空港南伊南,南のみの利用は不可だった。バスジャック事故の被害を受けた三菱不走、エアロエース。画像は修復後、竹本重機を経てサンシャインエクスプレスへ移籍後のもの。逮捕の学生は、 就活帰りか広島のバスを展示権いざ2011年2月26日閲覧空港連絡バス高速バスの発着所移転に関するお知らせ南国交通2012年3月13日閲覧薩摩号運行休止発表南国交通2012年8月18日閲覧高速バス大阪鹿児島線運行廃止について 阪急観光バス2013年4月11日、発着場所は、鹿児島中央、ターミナルビル1階2番ホーム発、4番ホーム機となる。なお、新バスターミナル開業までの間においては、出発場所は、南国高速バスセンターで、到着場所は、大英鹿児島中央店横の高速バス降り場となっていた。その他、各2カ所ほどの SAPA にも停車するが、 車両点検及び乗務員交代のための停車であり、乗客は車外へは出られない。ありがとうございます。